皆さんこんにちは、ココハルです。今日はデスクツアーを撮っていこうと思います。リビング全体のルームツアーも撮ったんですけれども、すごく長くなってしまったので、今回はデスク周り中心にお届けします。アクセサリー収納とかコスメ収納もご紹介しているので、楽しんで見ていただけたらなと思います。とまずはこちらですね。デスクはこんな感じ でこのデスクチェアは見た感じで手置きがついてて、首置きもついている、結構本当実用性を重視して買ったデスクチェアですね。こんな感じで仕事をしています。でこのデスクは、IKEA のもので、このチェストも IKEA のセットのものになっていて、で右の棚はローヤのものです。でこんな感じでデスク上はほぼ白で、あとはピンクとグレーだけを置くようにしてます。デスクの上に置いてあるものとかも紹介しようと思います。とまずこちらはもう昔から使っている、無印のペンケースですね。そこによく使う文房具だけをここに置いてます。こちらは IKEA の置き時計です。すごいシンプルなので気に入ってます。でこちらはアクタスのアウトレットで、止水のアウトレットモールで買った、造花ですね。造花2つ入ってて、で花瓶もアクタスのものです。これすごい可愛くて気に入ってます。そしてでいつもはだいたいここにポーチ置いてるのは、これはカバンに入れているポーチなんですけど、取り出して使ったりしてるのでここにあったりします。であとはノートと手帳、こういうタイプの手帳ですね。これすごいおすすめです。これですね、トリンコっていうところの手帳です。去年も使ってて今年も買いました。それとあとはこれテムっていうサイトで購入したウィークリースケジュールのメモパッドですね。とタスクを整理するために使ってます。そしてこちら、ここも IKEA のですね、ホワイトボードになるのかな、ホワイトボードです。壁に画びをつけて、かけています。この辺は多分楽天で買ったポストカードをなんとなく貼ってて、左は子供の写真を貼ってます。仕事中に見れると癒されるのでここに貼ってます。でノートパソコンと、これ楽天ルームに確か載せてるんですけど、ボヤタというメーカーのパソコンスタンドです。ピンクゴールドですごい可愛くて気に入ってます。右手を紹介していきます。でこれが牢屋の棚の上なんですけれども、前はここ ほとんど物そんなに置いてなかったんですが、子供が生まれてから子供とお風呂に一緒に入って、その後お風呂上がりですね、すぐこっちに来たがるのでリビングに来て化粧水塗るっていうルーティーンに変わってきたので、もうスキンケアがですねここにあるっていう状態になってます。朝子供を見ながらお化粧するので、ここに普段使う毎日コスメアイテムがここにあります。ちらっと紹介しようと思います。でこんな感じで下地からファンデーションで、あとアイシャドウとか一連の化粧アイテムは全部ここにあります。でここに夜使うまつげ美容液とか、これ最近頑張ってる美顔器とか置いていて、でこれがですね、前に動画でご紹介したディオールの香水、本当に気に入ってしまって、でこれをちょっとネットで見つけて買いました。試供品のディオールの香水です。こんな感じで入ってます。下にもうちょっと香り系が結構入っていて、私は香りをですね、1日のうちに、朝と昼と夜みたいな感じで、その時間帯とか、集中したい時とか心を落ち着かせたい時とかに、使い分けているので結構たくさん持ってます。これは
友達がくれたヘアオイルですね。でここはロンハーマンのイフっていうハンドミストなんですけど、ものすごい香りがいいです。であとはあとハンドクリームがここに入ってるんですけど、トーンのハンドクリームとか、あとこれちょっと最近で見たハンドクリームですね。ミニサイズになってます。でこちらは、視聴者さんにいただいたハンドクリームです。これもちょっとずつ大事に使わせていただいてます。あとハンドクリームで言うと、これもすごい気に入ってて、ファミュのフラワーハンドクリームです。私結構ですね、ここにハンドクリーム今入ってるんですけど、外に持っていくことが多くって、っていうのも仕事中とか、ちょっと緊張感ある場所に行った時に、香り付きのハンドクリームを使うんですけど、そうするとすごい心が落ち着いて、リラックスできるし、香水とかと違って周りにいる人の、空間を邪魔しないところで留められる香りになるので、本当気兼ねなく使えるっていうのがあって、結構持ってます。外に持ち運ぶのに邪魔をしない程度のサイズで、リラックスできるようないい香りのハンドクリームをちょっとオリジナルで作りたいなっていうふうに思っていて、それもあってちょっといろんなものを試しているところでもあります。普段動画見てくださってる皆さんも、普段の生活の中で使いたいなって思うような香り系のアイテムを作りたいなって思ってるので、よかったら皆さんが好きな香りとか、どんなサイズ感がいいかとか、皆さんがどういうシーンでハンドクリーム使うかとか、香りアイテムですね、ハンドクリームに限らず香りアイテムにしたいなって思ってるので、よかったらですね、コメント欄で教えていただけたらすごく嬉しいです。で一番下はこんな感じでリップが入ってます。最近は結構キラキラ系にハマっていて、こっちは白の限定なんですけども、相当いいです。ちょっとオーロラ系の発光するようなラメが入ってます。発色適度にしてくれるのですごいいいです。これクレードポーポーテのものですね。はい、この辺を最近はよく使ってます。あとコスメはこの2段目に入れています。でこれも白のアイシャドウで、これは本当にいいです。もうめちゃめちゃいいです。ちょっと語彙力が、これ香りもすごいいい香りがするんですよね。最近使っているのと、この中あまり綺麗じゃないんですけども、あとこれもトーンの春の限定のチークとか、もうピンク系が最近は多くて、こんな感じのものを使ってます。ちょっとここ全部紹介してたら時間がすごいかかっちゃうので、こんな中身になってますっていう形で、で順番が前後するんですが、上の段はこんな感じです。ここもそんなに綺麗じゃなくて、最近よく使うのはこのゴールドのチョーカーですね。これすごい使い勝手がいいです。あ、これもすごい気に入ってますね。ゴールディっていうところのイヤリング、あとはこういうボール系、なんていうんですか、こういうシルバーのネックレスと、バングルですね。こちらもゴールディのものですね。かわいい。こっちはヘアアイテムです。ここクリップとカフって言うんです。聞こえの。これは3コインズです。かわいい。この辺は結婚式の時にだけ使うやつですね。で、こんな感じです。一番下は、これはですね、なんとここ子供の服が一部入ってます。寝室の方にタンスがあって、そこにも夏物とか入ってるんですけれども、もう基本的にいろんな工程はリビングで完結するようにしたいなと思って、子供の服を入れてます。そしてこのぐっちゃぐちゃなもうぐっちゃぐちゃですね。これ、ここは
つもコッコくんが物を出してしまうっていうのにハマってまして、常にぐちゃぐちゃなのでもうそのままにしてます。こんな感じです。ここは本棚用のエリアになっているので本を入れてます。はい、じゃあですね、チェストの中身の方もご紹介しようと思います。まず一番上の段ですね、まあ、こんな感じで割とよく使うものをこちらに置いています。これは普段持ち歩くことも多いんですけども、カードケースですね、メガネケースとペンケース、充電器です。外に持ち出すこともあるので一番上に置いています。仕事中使ったりするヘアクリップとか、とメモパッドとか液晶クリーンですね、パソコンの画面を拭くときに使います。これは100均のケースで付箋とかマスキングテープとか置いてます。セロテープですね、ヘデラっていうところのものです。こんな感じで入ってます。でちょっとこの IKEA のチェストはですね、組み立てが結構難しくって、立て付けが悪くなってしまってて、ここが閉まんなくなってますね。で次2段目、ここは下に子供の、まあ、保育園に持っていくおむつにお名前スタンプをつけてるんですけど、そのスタンプ系、これは最近は使ってないですけど手帳によく使っていたカレンダーのスタンプ、まあ最近はあんまりもう紙系を使わないのでこれも使うことほとんどないんですけど、無印かなと思います。無印の穴あけパンチですね。オフィス用品とか文房具は、まあ、無印とかで揃えるとすごいシンプルで統一されるのですごい好きです。この辺も無印のメモパッドとかノート類です。前は結構こう書いて自分の気持ちを整理したりとか、やりたいことを整理したりとか、すること多かったんですけど、最近はもう結構それも書かなくても、まあ、思考整理が結構できるようになってきたので、あんまり書いて整理するってことがなくなってきたかなと思います。あ、とはいえその仕事中に自分のタスクとか、まあ、整理するときはやっぱり書いて整理するので、まあ、そういう時には使ったりします。これ100均のケースにクリップを入れているんですが、これも昔は紙系をよく使ってたんですけど、まあ、最近あんまり使わなくなったのであんまりもう使ってないですね。でもっとその下の段は使っているものっていうよりかは保管してるっていう状態です。で、こちらが3COINS のガジェットケースです。パソコンとかスマホの充電器を入れてここにコード差し込むとすごいちょうどいい感じで持ち運べるアイテムです。で前はこれをよく使っていたんですけど、最近はバッグの中に入れる収納アイテムとして売られているものだと思うんですけど、このメッシュのポケットが5つもついているものなんですけど、これがパソコン系のアイテムをこうやって入れるのにもうとってもちょうどよくって、これが一番かさばらなくて A4 サイズのカバンに入れるときはこれをもう使っています。これはカジエリさんの、アイシャドウブラシなんですけど、これはさっきのメイクボックスにアイシャドウブラシを入れてるので、旅行に行くときだけこちらに移して持って行ってます。で普段はここに保管してます。こちらの、まあ、メイクスポンジ、これは割と使い捨てタイプのものです。あとはこういうの保管場所困りませんか？結婚指輪のケースで普段は全く使わないもの、あとは昔のスマホとかが入ってます。でその下、これは100均のポーチに使い捨てのボールペンの中身とかをストック入れています。あとはコンセント類
をここに分けていたりとか、あとハードディスクとか入れています。はい。で、一番下はすごい汚いんですけども、ここもちょっとどうにかしないといけないんですが、カメラ系がここに入っています。こういう三脚とか、こんなのが入ってます。はい。はい。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。ちょっとどれくらい役に立つ情報があったかわからないんですけれども、もしですね、デスク周りのアイテムとか参考になるものが少しでもあれば嬉しいです。また、別の機会にリビングツアーも撮っていけたらなと思うので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではありがとうございました。